83歳のおばあちゃんもメロメロ。平野紫耀のファン熱狂の秘密とは平野紫耀のおかげで日本の平均寿命が伸びた平野紫耀さんは、広範な年齢層のファンを持つスターであり、最近では83歳のおばあちゃんまでもが彼の熱狂的なファンであることがわかりました。これは、平野紫耀の魅力がどれほど多くの人々に影響を与えているかを物語っています。昔、三輪明弘大先生が言っていたように、 スーパースターはそのオーラで会場全体を魅了するものです。そして、そのオーラはヒラの仕様にも宿っているようです。考えてみてください。83歳のおばあちゃんが何十年もの字を経て、今でも若いスターに熱狂しているという光景は、まさに感動的ですよね。彼女の投稿には、ヒラの仕様がどれほど広範な年齢層に愛されているかが示されています。 しかも、彼女だけでなく、多くの人々が同様の感情を共有していることが、コメントからも伺えます。例えば、コメントの中には、素敵です。全世代を虜にする男というものがあります。これは、平野仕様の魅力がどれほど幅広い年齢層に浸透しているかを示しています。さらに、私も孫たちに紫輝くんの話をしてるバーバの目はなってるというコメントは、彼のファン層がどれほど多様であるかを象徴しています。 彼のファンは老若男女を問わず、幅広い世代にわたっています。しかし、これはただのエンターテイメントにすぎません。実際に、平野の仕様のようなスターが高齢者に与える影響は、健康にも良いものかもしれません。研究によれば、ポジティブな感情や興奮は、心身の健康に良い影響を与えることが示されています。そのため、83歳のおばあちゃんが平野の仕様のコンサートで元気になっているのは、 まさに理に理かかななったことなのかもしれません。さて、このような現象は一体どのように起こるのでしょうかそれには、平野紫耀のパフォーマンスやキャラクターに隠された特別な要素が関与しているかもしれません。彼の魅力は、単なる容姿や才能だけでなく、人々に元気や活力を与える力もあるのかもしれません。 彼がステージに立つと、会場全体が一体となって彼のエネルギーを感じ、それが人々の心身を活性化させるのかもしれません。このような現象は、今後も研究されるべき重要なテーマです。なぜなら、エンターテイメントが人々の健康に与える影響は、私たちの生活に深く関わるからです。また、高齢者の生活の質を向上させるために、エンターテイメント産業がどのように役立つことができるかも検討されるべきです。 最後に考えてみてください。あなたやあなたの家族がどんなエンターテイメントによって元気づけられるか。そして、その影響はどのように健康や幸福につながるか。この問いに対する答えは、私たちがより充実した人生を送るための重要な手がかりとなるかもしれません。